こんにちは。今回はこの素晴らしい世界に祝福を3第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。ギャン泣き。ダメ髪には泣き顔が似合う。安定の面白さだったな。クズマさんもいわゆる軍事作戦に参加するのはこれが初めてか。こいついつも泣いてんな。多分天宮空が最も生き生きして演技しているアニメだと思う。私バカキャラを演じるの苦手なんですけど。ガクネスの力で止められないってどうなってるんだよ。朝食のみんなが一本、みんな一本で買収できると思ってるダメ神。アクア様女神のくせにせこいとこある。まあネズミンが一発かませば終わるだろ。3回されると爆裂魔法もあまり効果的じゃない。メグミンがやろうとしてることを堅くなに止める理由がわからん。味方と建物への犠牲を考慮していると思う。建物はともかく味方が来る前に使うって至極真っ当なこと言ってると思うんだが。短期で突っ込もうとしてるからだろう。撃った後のこと考えてない。オートの真ん前に窪地ができたら困るんじゃね。比較的だけどタクネスが一番まともってどういうことなのね。何回は感あるわ。地元だから仕方ない。腐っても公爵令嬢だぞ。常識ぐらい教育されてるだろう。天壁のサナちゃん一番まともな教育受けてきた子令嬢だからな。今日のアクア食った、飲んだ、寝た、泣いた、いつも通り。天宮空やら泥棒ミワック。天さんと言ったらダメ神ってくらいのキャラだな。どつき漫才が完成の域に達してるな。めぐみん昼間のうちにぶっ放してると思うけど夜にももうぶっ放せるのか。若いな回復力が違う。ゼロ時で回復するんやろ。このパーティーってダクネスが最も常識人だけど統率力はクズマの方があるから変な方向に脱線しちまうつ。ちゃんとパーティーバランス練られてんだな。てな、死亡済み魔王軍で予告は回していくのか。予告は魔王軍でルックするのか。ハット入りだったのか。プリンや風船に愛されるほどクリスさんないだろ。いや面白かった。なんかクリスがすごい早口だった気がする。なんでダクネスが引っ張ってもアクは引っぺがせないのに、カズマはあっさり着替えさせて引きずり出せるんだ。カツラギから渡された指輪はあの後どうしたのか。本来はアクアが手品で消したのに省かれてたね。そこ省いてよかったのかな。まあ大したネタでもないが。あそこの指輪が入らないシーン、指の肉が盛り上がって指輪に引っかかるアニメーションがやたら凝ってたな。サイズを調節できる魔法がかかっていて付け直そうとするけど、アクアが一発芸で指輪を消滅させる。漫画と原作だとあの後指輪消してる。アクアひでえ。はえ、宝石ついてる指輪だし、目ざといアクアなら絶対売ると思ってた。メグミントのラブコメ増えてていいぞ。今期はラグネスイチャラブ会だぞ。今回初めてコンテが金崎じゃないな。4話目にしてようやく本来の監督担当会。肩書きは金崎が監督で阿部が副監督でよかったんでは。金崎さん今まで頑張りすぎだったからね。監督が複数いるとやっぱり効率的にできるんだろうか。あのプリンや風船のシーンは円盤で差し替えになるんだろうか。クリスに燃える回だったな。この素晴らしさ戻ってきたじゃん。カズマいてもいなくてもとダクネスのストレスがマッハに。そんな3期、今期はカズマの福島さんが演技ひばりすぎだと思う。緩急激しいし声張る演技多めで大変そう。クリス一期よりも増量されてない。プリンほどにはなかったろ。思い返せば大して話は進んでないのに、この妙に満たされた視聴の満足感は何なんだろう。ミツルギこんなキャラいたかって思ったけど、作画が良くなってちゃんとイケメンになっただけだった。ミキも当時は面白くないと感じたが、今見返すと面白すぎてノンストップだった。3期もそうなるかな。面白かったんだけどさ、ミツルギがアクアに渡した指輪を消すマジックをカットするのはダメでしょ。
6巻のうちにつながるからカットしないでほしかった。やっぱり4人揃ってバカやってないとな。今回は結構ガズマさんに同情したわ。王様のどこかちこみ行くからお前も片棒担げとか、いくらなんでも無茶苦茶すぎる。捕まったら極刑不可避の蛮行に、普段パーティー組んでるわけでもない人間を協力させるつもりなんか、あの盗賊は。カズマが盗賊捕獲にかこつけてクリスをまさぐる様を、プリンがプルプルするカットとか、風船がポヨンポヨンするカットで表現するのやめれ。カズマさんが経済回すから、もしかしてアクセルの街ってそこそこ発展してんのかな。あんだけ打倒魔王軍は叫んで展開に帰ろうとしてたアクアも、もう完全にアクセルの住人だし。マジで笑いが止まらん。すごいな。ラノベ読んでてクスッとしてたとこがアニメだと爆笑するんだよ。アニメの見せ方と声優さんの演技が絶妙なんだよな。3期になってますますパワーアップしてる感。相変わらずの安定感にギャグとコメディが冴えてて大満足。終始ニヤニヤしながら視聴できた。ひどくあるダップの屋敷です。地方台にも爆笑。恐縮したオスダクネスに味わい。しかし全く滑らない脚本良すぎだわ。貴族はやっぱクリスだったけど、依頼主はミツルギの予感。ダクネスの叫びをオープニングにかぶせるな。寮でだらけ始めるカズマたち一行に、急展開のカズメグラブコメの波動は爆裂魔法で砕け散った笑い。高速カズマをいたぶるヒロインズ、クリスとカズマのゆるいやりとりも楽しかった。転生者の謎に迫るかもしれない展開に期待。もう何というか、これぞこのスバ。クリスがなぜ異世界人の転生特典である地位とアイテムを集めているのか、一体誰がそんな依頼を彼女に出しているのか。嵐のように過ぎ去りましたが、結構話的には重要そうで気になりますね。アイリスのためにアルダープの屋敷に滞在。みんなめちゃくちゃやりたい放題で、タクネスの恐縮感は面白かった。そして久々にクリスが登場。めちゃくちゃ懐かしいし、慌てふためく様子はちゃわちゃ感が良かった。メグミンのジョン、デートに飲んだクレアクア。今回は振り回されるダクネス。貴族のクリスやミツルギの登場東海を増すごとに、過去にトリックするような、懐かしさと楽しさをより覚えたり、こういうのでよく、これしかなく、こんなのがこのスバの感覚が大好きです。張り込みするために自主的におそで対応をするカズマさんはさすがです。しかし暗闇に紛れて、クリスのプリンに何をしたのかは問い詰めたい。カズマとクリスの絡みが見られて何よりです。無駄に気合の入った手の動きのアニメーションは、本作らしさ全開でやはり楽しい。貴族を捕まる大義名分があるとはいえ、こいつら、人様の屋敷でやりたい放題。ダクネスも苦労が絶えないな。この無茶苦茶さが面白いところだがね。基本的に、評判の悪い貴族だが、今回に至ってはアルダークさんご愁傷様。オートに来てからのダクネスは苦労人ポジに。頑張れド M。 噂の貴族はやはりクリスだった。動けないカズマにやりたい放題する3人。一応ヒロインです。笑い。トラブルに巻き込まれたくはないけど、自分が幸せになるためなら戦場にも行くカズマ。欲望に素直で人間らしくて好き。メグミンとカズマのデートといえば、爆裂音部の一択。カズマいなくて1日1爆裂できなかったからと、おねだりするメグミンの可愛らしさが毎回上がってく。ダクネスとは攻守交代してダメ神はダミンを貪る。カズマさんとアルダップ、このクズたち最高。久々本格登場のクリスにミツルギ、いつもの面々がいつもの通りで安心して楽しい。バインドで動けないカズマさんに容赦ないアクアたちも最高だった。根気笑いの畳みかけがすごい。クズマさん一方のクズっぷりが遺憾なく発揮されてて、今週も見事にこのスバしてましたね。そうそう、こういうのが見たかったんですよ。笑い。珍しく常識人枠を一手に引き受ける。ダクネスさんの不倫可愛い活躍も見どころなのです。笑い。巷を騒がす貴族の正体がクリスというのに驚きはないんだけど、ここぞとばかりに、アルダープの屋敷で好き勝手するカズマたちが面白すぎた。特に拘束されたカズマを前にしてのやりたい放題に爆笑。
果たして次回魔王軍との戦いはいかに。カズマ、俺だってどうしていいかわかんないよ。今月でスケベなカズマだけど、面と向かって言われると純なところが可愛いよな。魔族討伐もよこしまな気持ち満載なんだけど、結果的には人助けだし、クリスの剣もなんとかしそう。本当に愛すべきクズ主人公カズマだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。